ハロー YouTube。えっ、ー、と、令和2年1月11日朝7時過ぎですね。えー、っと、思考の明晰さについての実験についてです。えー、っと、瞑想をした後に、その、自分の明晰さが、うんと、それをする前の自分と比較した場合に、 どううなのかっていう、えー、と実験をしていきたいと思っていて、えー、と体験ベースだと瞑想をした後にうんとにフットサルとかをすると,、えー、とゲーム中の選択肢とかうんの面積さ思考の面積さがうんやってない時よりもはるかによくてクリアに思考ができてその結果その、えー、とゲーム中の意思決定 が、えー、より、こう、いい意思決定の <laughs>、が、たくさんできるっていうことに、まあ、ずっと、なんとなく、こう、体験ベースで思ってて、で、それを、じゃあ、客観的にどうやって証明するかっていうふうに考えた場合に、えー、っと、将棋を思いついたんですよね。瞑想をやった場合、やった直後に、将棋を指したときに、 じゃあその、うん、将棋がどうなるかっていうのを、うん、検証あの実験して検証してそれを動画に撮ることによってその後にまに、あ、検証できると思うんですよね。でフットサルも将棋も、まあ、本質的には同じで、えー、意思決定の連続積み重ねのスポーツで、うん、体を使って複雑な、うん、ことをするのがまあええー フットサルで,で、それをもっとこう簡素化させたうんかつ自分がその俯瞰的にゲームを、うん、と上から盤、うん、上上から見て、えーまあ、軍を、うん、指揮するっていうのが将棋っていうのがちょっとまあ違うところなんですけれどもでも本質的にその意思決定を、うんうん、で積み重ねていくっていうゲーム だということに関しては、本質的には変わらなくて、で、うん、将棋において、うん、瞑想をした後に、えー、毎朝まあやってみるっていうことと、じゃやった後に、うんまあ、強くなるのか、まあ、比較的ですね、自分より、自分のしてない時と比べて、まあその結果とかどうなのかっていうのを、 今やったときとやってないときと比較していきたいなというふうに思います。